ちなみにどうですか、向けに寝てて腰の感じ。いや、なんともないですね、いい感じで、背中もこうピタッとついてる感じありますかね。でもなんかね、なんか、はい、まだちょっと日々の方が反ってるイメージがあります。なるほど、さっきに比べればね、だいぶ左右差なくなってきてるんですけどね、はい。すいません、両足曲げていただいて、こうする、はい、これだとあれですね。もう一回骨盤の調整ですね、別の形で。やっぱなんかね、足が合わさってないですよね、なんか。左の股関節が詰まってる感が若干あるような。そうですね、じゃあ直腰筋もやっときましょうね。いや、すいません。いつでも絶叫できる準備できてるんですけど、なんか絶叫にならないですよね、残念。地味な痛みがある、ね、そう。痛い。うーん。お腹鳴ってますね。お腹鳴った。なんか張ってますね、お腹もね。ちょっと。さあ、そうです。ちょっとね、一昨日あたりが調子悪いんですよ、なんか。あ、お腹の調子が。しますからね、腰痛と今日の状態。硬いですね。ちょっと帰りにヤクルト飲んでいこう。なってる。覚えてますね。大きく。すごいなんか硬い。ね。じゃあ良くないですね。
でさっきあの膝立ててちょっと動かしてもらった時に、うん、やっぱそこにこう、詰まってるなって、そう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 、確かに確かに詰まってます。くぅ、痛くはないんだけど勝手って感じ、うん、そうですね。うお、響く、なんか、なんか血行が悪いのがこうぐわっと押されて少しこう流れ始めてるような感覚が、お、お腹鳴った。痛くなってきた。これは良くない。これは良くない。良くない。良くないけど、まあ最初に比べたらだいぶ緩んできた。そうですね、うん。ちょっと感じが変わりました。いいですね。うん、まあまあお腹の方も。さっきに比べたら全然緩んでる、うん、そう、わずか3分ですよ。全然違う、はい、すっごいなんかすっきり大丈夫ですかね、はい、ですね。じゃあと脇と首最後にやります。ちょっと待ってますね、あと3分ぐらいやりますので、ね、はい、すいません、はい、でも結構伸びるようになりましたかね。あ、本当ですか。大丈夫そうかもしれない。そうですね、うん、こっちがまだ痛そうですね。こっちがここですよね。痛いと思うんですけど、いやでもね、あの一番最初に比べても全然、はい、はい、全然です。首ですね。すいません、すいません、ね、長くなっちゃって、はい、いえいえ、ちょっと頭上げていただいていいですか。はい、下ろしてください。中が鳴りまくり。そうですね。いいことじゃないですかね。動いた気がします。
はい、お疲れ様でした。 ありがとうございます。はい、にゃーん。ああ、いいですね。なんかすごいいい感じ。はい、終わったところで、はい、この肩の手を置いた感じが、さっきだと右足をって滑る感じだったんですけど、まあ、同じように来る感じ。 あんまり差は違いがない。はい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 、はい、で肩甲骨の高さで合わせてみてみても、こう背骨からの距離感だとか高さにあんまり違いがなくて、はいはいはい、右の下と左の下とこう合うんですよね。合いました。合ってます。ほぼこう、はい、あの角度違いますね。右肩の方が下がってる感じですね。肩甲骨で 見るとより分かりやすく右下がってますね。こうなんだんですね。はい、これで今度腰ですね。腰ここで合いますよね。ここが腸骨で、はいはいはい、トップですよね。今4本前4本後でしょ。そうそうそう。でもここってこう自分でこう手組ん、あのここで腰で、はい、見てもおー、ほぼ一緒のような気がします。はい、そうですよね。ね、そうなんですよね。ね、のうん、あ、じゃあ右で、本当右ですね、うんうん、右がすごいやっぱり詰まってますね。はい、右肩が下がって右骨盤が上がってるので、うん、こんな違ってますね、腸骨の高さ、うん、で、ここに来るんですけど、ま、うん、っすぐ横に持ってくると左ここで、指幅で4本分いやー、うん、すごい違っちゃってます、うん、はい、わかりますよね。で、背骨のカーブも、まあ、全くね、あの、ピタッとまっすぐとは言わないですけど、うん、この辺とかね、ちょっとまだあるんですけど、くねくねがね、少し右に行って左に行ってあるんですけど、この辺なんかもほぼまっすぐになってますし、で、あとこの辺のカーブに関しても、さっきのに比べるとかなり小さく、うん、変わらない感じしますね。よかった。はい。そして、このくねくねがありますね。そして、ちょっと右に行って、うん、左に行って、真ん中に戻るみたいな感じで、ひどいですね。割とくねくねしてますね、うん、右、左、右、真ん中っていうような感じで、ありますね。動いて、あと前屈が辛かったんですよね。はい、あ、でも最初より全然いくなりましたね。いってますね。横から見させていただいて、あ、行くじゃないですか。おお、結構行ってますよ、ね、うん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 。多分あとあれですもんね、動きやすさっていうか、うん、体の感じから言っても違いますよね。力みがなくなってますし、うん、ピタッとすぐではないですけど、だいぶ広く深くできるようになりましたよ ね、うん、やっぱ違いますね。うんうんうん、だって寝て起きただけですもんね、これね。そうなんですよね。何かやって柔らかくしたわけじゃないですよね。体ほぐした結果で、そうですね。はい、いや、ありがとうございます。なんかね、動きやすくなりました、やっぱり。はい、うん、見ててもね、あと歩いてみた感じですかね。すり足だったのが、あ、でも、どうですか、うん、どうですか、やっぱ最初に比べて足の運びが軽い感じ。でも動くようになりましたね。そうですよね。良くなってきてる感じですね。なんか足の裏も楽になる。あ、はい、最初さっきは ね、 ね、足がずっと足裏が痛いって感じですけど、意外と右のがちょっと、はい、ありましたね。はいはいはい、左の足の裏が痛い、左の足の裏が痛い、やたら痛い、はいはいはい、ずっと痛い感じです。あ、ずっと痛いんですね。だから、あ、その姿勢とか関係なく足裏は痛い、痛い痛い、足裏が痛いですね。だから、あの、はい、コロナった時からもずっと痛いんで、はい、ずーっと足の裏にこう電気マッサージとか当てたりとか、なんか結構だから体感と実際って違いありますよ。あ、うん、ですよね、はい、あるんです。で、そうなんですよね。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、いかがですかね、回ってみて。いや、途中寝かけましたね。いや、気持ちよかった。よかったです。あとやっぱり、うん、まあ、多分あのビフォーアフターでも映ってると思うんですけど、ちょっと体の動きが良くなります。そうですね、やっぱりこの歪みも取れてましたし、ね、うん、だいぶ動
動きがね滑らかになった部分も、寝てる段階でもね、あのお腹がなんか最初はね、つかのこう詰まってるなとか、ね、いろいろ ありましたけれども、その辺も、まあ、改善したという感じで、だいぶね、はい、押されて、なんか最初は感じてなかったんですけど、だんだん入ってきてね、痛くなってきた、そうですね、でお腹がくる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 なりましたね。胃腸の調子も悪かったのもあって、ここ2、3日あったんで、あ、はいはいはい、いや、どっか悪くなるといろんな形で影響出ますからね。だからちょっとこうやって吹き出物、ね、ありますね、あの出ちゃったりとかしてたんで、やっぱりそうそう、疲れがいろんな形でサインに、ね、なってますね、はい。ただまあ今日これで少しね、今後は仕事っていうかね、その中継控えたりとかね、するってことなんでね、勉強になりました。そうですね、無理せんしないで、はい、ちょっとお大事になさってください。休む日休みます、はい。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。哲也さんもチャンネルをお持ちです。すみません、はい、概要欄に貼っておきますので、よかったら、はい、また別の、ね、角度からの別の編集で見ていただけますので、楽しみください。よろしくお願いします。いろんなこともやっても、他のね、フリーマッサージとかもね、されてるんでね、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。 See you.